遅刻ですからね。もうまた普通にこれ遅刻だよね。30分ってなかなかですよね。まあ本当に昔から遅刻が多いですからね。そうそう、本当にそうだよね。昔からさ、まともに来ないですか全然。あのね、最近よくゴルフを行くんだけど、はい、もう打ち出しますよって時に、はい、ゴルフの声を持ってね、ギリギリまで迎えに来る。いつも高速で来るからね。そういうことですか。いつもね、あのゴルフ場に行くと、もう一名様まだですかって。先っといてとか結構ある。次からちょっと僕そのネタ使いますね。僕が遅刻したらめちゃくちゃ怒られる。あ、そうなんだ。遅刻怒られる。お前も遅刻したらって。やって。ゴルフ場で待っとけ。俺社長とか。お疲れです。お疲れ様です。お、お一人や。おっせえって。え？おっせえって、もう何時だって。シーシーショー。なんで私6時半って聞いたで。お？ 6 時半って聞いたけど。ユージ君からね。シーシーショーおっせえ。いや、6時半。いや、もうシーシーって言ったこれ。いや、俺の LINE にも残っておいて。それよりもさ、勝つので、うん、俺、お前と友達だろ。なんでお前から連絡ねえの。どういうこと？じゃあ、友達だろって。仕事の前に友達だわよ、俺が。ちょ、わかるけど、ね、どういうこと？どういう意味だわかる。いや、だから友達だろ。お前が連絡してこいよっつっとんだって、こっちは。全部従業員が出せじゃん、お前。いや、何？いや、俺本当に6時半聞いとったもんで、あ、7時聞いとったもんで。それはいいけど、ね、まあ俺はもう今30分待っとんだ、ここでね。お前が仕事頼んできたものを俺たち忙しいけど来とるわけじゃん、ここに。で、30分待っとんのよ。じゃあ、わかるよ。わかるけど。なんでその友達で電話してこいとか、意味がわかる。なんで全部従業員任せなの。もともと連れじゃん、俺たちは。中学校からの同級生だろ。何のこと言ってんの。そんな忙しいんか、お前。連絡もできんのか、連れに。そんな連れ大切にできねえんだ。そんな乗り換え道中の社長がえれえか、お前。俺が電話しんかったらさ、え、何大切にしてないの。じゃあ電話してこいよ、じゃあ。え、どういうこと。お前が頼んできたんだろ、仕事。あとは全部従業員任せなんで。じゃあ、うちお席取んの。で、何なんでお前来てくるの、こんな気持ち。だって30分遅れとんだよ、それがよ。じゃあ、俺それ間違いかいっとる。知らんで、そんなもん。じゃあ、なんで君はこんな来て怒って。怒るだろ、普通。ただ、7時取ったよ。なあ。なあ。6時半だかね、行ったのは。そうですね。だってお前が連絡してこいは間違いんだろ、そういうことだって。ちょ、そんなのいけねえ。昔からそうだがや。いや、全部電話できへんわ、俺も、そんな。してこいって言っとんの。おめえ、証明書の時間あるだろ。ちょ、何をそんなまま怒っとんだ、てめえ。てめえだとこの野郎は。ちょ、何を聞きなさら行き立っとんの。じゃあ、俺たちは連れだろ。じゃあ、連れだったら怒っていいんか、じゃあ。そりゃ言うだろ。だから言えるんだろ。何をそんな怒ったんだって意味よ。連れまで行っとんだから。仮に俺がじゃあ30分遅刻したらこんな言われ方しなかったもんよ。だってさ、それが積み重ねだったで、毎日だよ。何も積み重ね。積み重ねだって。普段から遅刻多いだろ。だっていつもそうやって言っとんだって。お前いつもおっせえな、つって。なんでこの俺はこんな気が切れないのか、社員の前で。いや、連れだってこうやって言っとんだって、こっちはよ。で、納得できんわ。納得しろって。じゃあ怒れるだろうって。意味わかんない。じゃあお前普段から社長は社長だって言っとるけど、時間も守れんやつが社長なんか。じゃあそれじゃ間違えたかもしれんわ、俺が。じゃあだけど、ひなのが入ってきて、じゃあ俺は死者と思っとったらさ、嘘つかへんやん。じゃあ謝りゃいいだろ、まず。じゃあ謝ってみよ。謝り方が違うわけ。連れだからそういうスタイルなんだろ、お前。ちょっと知らんけど、俺ひなが入ってきて、お前そんな態度取られて。じゃあ気分悪いでしょ、俺だって。俺たちだって別に暇じゃねえんだって。じゃあ俺も暇じゃねえ。だって仕事帰り作業だったら最初からお前が連絡してこない。電話しろよかったから。お前6時半に待っとるから来てくれって電話しろよ。電話出んがや。何回電話したの。今一回落ち着こ、一回落ち着こ。じゃあなんでそんなに怒られなかったの、マジで。じゃあ俺だって LINE もかけとるよ、別に普通に。で、いきなり入ってきて俺がかけたら切れられてんじゃん。は折り返しじゃん、いつも。
折り返しでいいじゃん。だって一緒仕事しろ。その後何分かかっとんだって。お前みたいに暇じゃねえんだじゃん。いつも俺は待っとんじゃってよ、お前。なんだよ、うるせえな、おい。なんだよ、おい。何が言ったよ、おい。てめえが悪いんだろ、おい。やろ、なんだよ、おい。おい。おい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も来ましたね。すごい熱な坂本さんと成田さんが力貸してくれるということで、また社長のお二人とも同級生、同じ中学校、ね、あそう、同じ中学校で、僕は隣の中学校なんですけど、今日初登場ですね。そうですね、初登場は、まあ、昔から知ってる、本当に本当に昔から知ってる、昔から知ってる。昔の社長ってどんな感じだったんですか？すぐ手が出る、すぐ手が出る、すぐ手が出る、喧嘩しますね、はい、ちょっと未だに変わらないですとりあえず今日何で呼んだかっていうのは、はい、社長にね、最近動画見てもらえれば分かると思うんですけど、なんか買い物とか、デートとか、なんか生ぬるいことやったんですよ、最近。しかもなんか似顔絵見たら撮ったでしょ。似顔絵動画ちょっと悪いですね。全然最近なんかそっち目線がしかね。はいはいはい。これはあかんなと思って、ね、やっぱり社長は切れないと思う。騙されてなんぼって。そう、騙されて切れられて。久しぶりのドッキリなんじゃないですかね。ああ、そうですね。じゃあもう今日は、今日はどういう体でやっていくあれですか？まあ、とりあえずあの社長に6時ん7時って呼んでるんですよ。あ、仕事の打ち合わせ、仕事の打ち合わせみたいな感じ。はいはい。僕らはその前に呼ばれると、うん、そうそう、6時半に来てもらうみたいな感じになって、はい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 、で社長が遅刻してる、社長が遅刻してくるみたいな、それを指摘して、そうそうそう、そこでちょっと怒ってやる、怒ってやる、怒ってやると、まあ、あわよくばもうむかつんと、むかつんと、あ、なんでこの間の動画でも本当にちょっと飛びかかってきそうな勢いだったので、ね、あれぐらい、もう今日はでもあれよりもちょっと行ってやろうかなと思ってるんですよ。あ、もう全然いいですよ、超えちゃいますか、それ。でもしあいつ手出たら本当に僕も手が出ちゃうので、いいですいいです、僕らもその場に入ってくんで、みんなでやっちゃいます、みんなでやっちゃいます、いけにえすね、いけにえ。とりあえず革ジャン脱いでもらって、あ、そうだね、まあ、体見せた方がいいよね。前回同様もしょっぱなアクセル全開ですごいもう体の目が見てもいいでしょ。今、その際いくつなんですか？脅威ですか？脅威4時満開脅威120センチです。やばいっすね。120センチ、腕43センチです。ちょっと待って。じゃあこれでちょっと歯がいじめぐらいやってありますんで、本当に今日は多分すごいいい動画になるんでね、皆さん。そうですね。チャンネル登録と本当いいね、ちょっと本当にお願いします。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 足場半チャンネルもお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ7時までちょっと待機で。はい。お願いします。お願いします。お願いします。社長もしかして本気で怒ってます？本気で怒ってます？お前で俺おったんだ。いや、そう、外にいましたけど、ずっと。坂本ちゃんなら、いや俺ドッキリかと思ったの、はい、だけどこいつそんなやつじゃないもんね。今日成田がおるでね。成田おるもんね。成田こういうことするタイプじゃないでね。坂本ちゃんなんかこんなキャラじゃねえなと思って。なんか話があったんか。ちゃんか俺の口二人で言っとったなっていうのか。だけどこいつらこういうんじゃないか。やばい、気まずいな。俺社員の前じゃなかったらもう謝っとったもんな。いや、ほんとごめんね。
シャイの前なんでこんな言われ方しなかったんだって。めちゃめちゃダサいけど、ちょっとプロプロプロって言う。いやでもいいドッキリだったね。違う、全然違う。さあ、熱いでもなんだ、ちょっと社長本気だったよな。あ、もうちょっと分かんない。こいつはそんなキャラじゃないもん。いやもう本当に手が出ると思ったよ、今日。仕事の調査はい、あ、終わりました。終わったっす。終わったっす。ドッキリ YouTube の撮影の本社現場は、はい、今はい。おい、さあ、今日も楽しかったね。違う、俺これ気に入りになるぞ、足めったよ。そこで分かったもんね。結構、うまいよね。うまいよね。自分ちがうまいのかよ。でもおかしいもん、こんなキャラじゃないじゃん。まあ、めちゃくちゃ優しいじゃん。うん、優しいんで、ね、普段はね。でも怒るとき怒るじゃん、俺も。どういう企画これ。最近、まあ、社長などの生ぬいとかばか出してたら、ドカーンといたらな、カツを言うとしてたら、確かにそういう、そういう、いやいや、いやいやなんですよ。僕らがお願いしたんですよ。今日で、今日、ちょっと自分一人じゃ、心細いかなと思って、帰ってよって。わざわざ作業着まで来て、来たんですよ。出れよ。ガチガチでしたね。ガチガチだって、しかも誰でとか。それもなんかもう、もうわけわからなかったけど。なんかお前らもね、来とるなと思って。社長とか言ってたし、あ、正直、一つ言うか。あ、止めないと大丈夫か。もし、あいつ手出たら、本当に僕も手が出ちゃうので。おい、やめんなよ。あ、もう止めないと大丈夫だなみたいな。僕らもその場に入ってくんだよ。みんなでやっちゃいますよ、みんなでやっちゃいます。生き贄ですね、海藻屋さんだね。海藻屋さん。重機とかあるの？そうそう、重機。毎日携帯だったとこで行くんだね。どこでも行くんだ。坂本重機？はい、坂本重機。坂本重機で調べたら出てくる。あ、出てこないよ。Google マップ出るよ。そうだね。ちょっとやっておきますわ。はい。Google マップで。インスタもやってるんですか？やってます。インスタで連絡してくれたら、はい。重機の海藻とかでね。はい。世界大層はいろんな人付き合い。ああ、もちろんあります。しとんね。はい。どれが番宣しなかった。どうしながらな。いつも聞いていただいてありがとうございます。いつも聞いてもらってたここなんか本当に俺中学校からの時じゃん。そして言ってるもんなお前が。そうですね、打ち合わせするね。これやれよ。同じ中学生だよね。同じ中学校だよね。ね、同じクラスでね。ねえ、面白い。ここはまあ本当に東京、まあ大手ゼネコンの下上げ2時ぐらいのところ、ね、2時ぐらいのところでやってるから、で、まあ、従業員とかご出身。何が入ったってお前、社長さして、さっきの態度、もう一回やってくるわ、お前。せえよ。まあ、チャンネル登録いった？チャンネル登録、いいね。言いましたね。いやいや、まあ、本当にね、チャンネル登録いいね。よろしくお願いしますよ。こんなところで、バセシ、求人道場って、一つの人道場ってあの、求人道場ってあって、まあ、今、マッチングを、外壁塗装のマッチング、塗装屋さんと会社さん、ああ、塗装屋さんと一般の人が。そう、ちょっと俺もうイヤイヤしてもらえない。塗装屋さんと、もういいよ、これ、俺、アプリよ。塗装屋さんと、なんだ、一般の人。で、もう一つマッチングが、建設会社は全部求人出せるんですけど、建設会社と一般の人。マッチングでこれ両方とも今無料で使えるんで、でまあ外壁塗装のマッチングは5月の頭ぐらいの時を作ってるんですけど、とりあえずはまあ何いいものが作れるまで無料でやってますんで、ぜひ登録の方お願いします。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 動画撮ってるのか切れてさ、あんまりちょうまでだよ。ちょっと熊の2匹をするの怖いっすね。なんであんなに切れとんじゃん。ダイヤもごついでね。ごついでね。力あるわ。体があるよね。もうね、こうだね。じゃこの二人だよ。やばいっしょ。じゃあなんか俺なんかこう、捕獲されたお前宇宙人みたいな。面白いな。あれ待てよ。もっと入ってくれよ。視聴者がこういうこと書くやつあるけど、社長かわいそうだ。全然美味しい。全然美味しい。今あのあミッチーっていうやつがいないんでね。どちらかどちらかない。はい。どちらかない。今回リュウ。お前いいよな、政治持っとるよな。家族でお前一応割りするんだけど、お前。
俺がお前ホワイトで何再生か知っとんか一生懸命お返ししたのに。家族と子供になんかいろいろ買ってあげるから。そうですね、買ってやめよ。どうですか。どうぞ。どうぞ。まあショーチャンネルもつまらん動画見れますんで。結構プライベートも面白いな。また会社の本体でやってるやつじゃなくてお前らでやってるやつも面白いな。そうでしょ。持ってるね。もう学生。持ってる。プライベートで俺が持ってるんでぐらい。ちょっと上手くなって。あっさ。力感じますね。お前らの今日お前らにいっぱい元気でもらってせーの、またねー。うまいうまい。